九条久忠は、江戸時代後期の九行。左大臣、二条、春鷹の十一難。実刑で、県大納言、九条たすくの養子。神は、十一位、元白。九条家二十九代当主。公明天皇の日、朝子は娘。大正天皇の子、節子は孫。昭和天皇の祖祖父でもある。余儀礼を、よくした。完成十年、二条。 春鷹の十一難として誕生。なおの字は、かつて、室町幕府旧大将軍、足利義直から返記を受けた十五代当主、九条直行から、その一字を取ったものである。実刑の県大納言、九条佑ぐに養育された。長期間関白職を務めた、高塚さまから同職を受け継ぐこととなったが、女癖の悪さもあり、各方面より警戒された。 安政5年、アメリカをはじめとする諸外国との通称に際して、幕府が日米修好通商条約の直去を求めてきたとき、幕府との協調路線を推進して条約許可を求めた。また、将軍刑視問題では、徳川義富の擁立を目指す南紀派についた。しかし、同年、 幕府との協調路線に反発する88人の苦行たちの猛烈な抗議活動により条約直去はならなかった。さらに久忠田田が直去を認めようとしていたことを知った、公明天皇は立腹し、関白の内乱職権を一時停止した。その後、幕府の援助により復職を許されたが、その後も幕府との協調路線を推進し、後部合体運動の一環である。 和宮効果を積極的に推し進めたため、一部の尊皇上位過激派から休断されて、文久2年6月には、関白、内乱を共に辞し、出家、禁止を命じられて球場村に併居した。慶応3年1月、久忠は禁止、受落禁止を免除され、12月8日には、原則を許された。明治元年9月18日、受合宣言。 明治4年8月21日、皇居、去年74、墓所は京都市東山区の東福寺。ありがとうございます。